先ほどラオスのトンルン大統領との食事会がありました。はい、皆さんどうも、参議院議員の浜田聡でございます。今回も動画を見ていただきましてありがとうございます。ちょっと微妙なアングルで失礼します。ただいま令和5年の5月26日金曜日、時間が20時40分ぐらいだったと思います。私ですね、今六本木ヒルズにおります。先ほどまでですね、はい、ラオスの、トンルン大統領との食事会がありました。六本木ヒルズのですね、この森タワーの51階、プロテウスというところで、その、ね、あの食事会がありましたということでですね、ちょっとね、あの変なアングルなので、こちらに戻させていただきます。今ですね、六本木ヒルズの、地上階の方に、戻ってきたところでございます。先ほどまでですね、あのこちらの六本木ヒルズ森タワーの51階で、ラオスの大統領、ラオスの、あの方々の、養殖の方々の、方々との、食事会があったということでございます。日本側はですね、国会議員団の、ラオス議連と超党派の、ラオス議連の方々と、ラオスの、方々とのですね、食事会ということでございました。そうですね、あのフランス料理だったのかな、ちょっとね、その辺は詳しくは分かりませんが、はい、あのとにかくそういう、あの食事会がありました。日本の方はですね、土屋品子衆議院議員ですね、埼玉県の、春日部市が、選挙区の、方ですね、その方が議連の会長ということでですね、でありましたけれど、他にはですね、松原仁衆議院議員であったり、公明党の、あの小清水衆議院議員であったりという方がですね、参加を、和田雄一郎、日本維新の会の、和田雄一郎議員もですね、参加されておられましたし、そうですね、ちょっとね、外務副大臣の武井衆議院議員もね、あの参加されておられました。そんなところなんですけれど、私の場合はですね、あの席が、ラオスのですね、特命全権大使小林健一大使とですねの隣でございまして、非常にね、あのありがたい席でありました。あの本当にね、あの小林健一大使、どうもありがとうございました。ラオスの、日本大使館におられるですね、あの大使の方でございます。今回ですね、日本に、ラオスの議員団、議員団というかね、あの大統領団の、一員と、方々と一緒に、あの来日されたということで、ございました。非常にね、あの楽しく話をさせていただきました。ラオスはね、あの大統領制でもありますけれど、一応ね、あの、首相もいるということで、ちょっとね、あの政治体制とか首相と大統領が共存しているという状態、ちょっと想像がつきませんが、そういう政治体制みたいでございます。あの小林大使もですね、確かね、あの幼少期が、私はですね、今自宅が倉敷なんですけれど、小林大使、幼少期が、倉敷で過ごされてたということで、そういう意味でもね、共通点が結構ありまして、話が盛り上がったところで、ございます。こんな感じでですね、あの一応ラオス議連での活動を、今回ね、あのさせてもらったということでございます。ちょっとね、アングルがすごい、微妙ですけど、ちょっとご容赦いただければと思います。一応ですね、今回のね、あの、今回ラオス議連での活動だったんですけれど、なぜラオス議連で活動されているのかという質問、今回の、小林大使からもいただいたんですけれど、一応ですね、あの今は私ね、あの所属政党としては政治家女子48党でございました。以前はね、 NHK 党で、その前ぐらいは、NHK から国民を守る党というところだったんですね。で一応ね、あの国会議員、1人ないしは2人のところということで、一応私の方針としてはいろんな議連があったんですけれど、世界各国との友好議連については、
一通りね参加させてもらうことにしたということで、まあ、ロースグレーにもねその活動の一環として参加させてもらっておりました。で、まあ、ラオス議連がですね世界各国の友好議連の中で一番ね活動が活発といいますか、去年1年だけでですね、まあ、数回会合がねありました。まあ、日本の中で、ね、なんですけど、まあ、日本というか、まあ、東京近郊で、まあ、食事会のようなものがね開かれておりまして、そうですね、まあ、去年だけで3回ぐらい開かれたのかなと思います。ね、はい、まあ、日本のラオス大使館でも、まあ、食事会がありましたし、新宿の、まあ、焼肉屋でも、はい、そういう会合がありましたし、そうですね、四ツ谷からちょっと行ったところでも、ね、会合がありましたし、まあ、それを覚えてるぐらいなので、はい、ラオス議連が、ね、世界各国の友好議連の中で、まあ、一番、ね、活発に活動されているのかなと思います。はい、会長の、ね、土屋品子衆議院議員の、活動熱心さというところか、そういうのがね、まあ、そういうところなのかなとは思います。はい、ちょっと、まあ、六本木ヒルズの、ね、入り口のところにおります。ということでですね、まあ、今回は非常に貴重な体験をさせていただきました。まあ、世界各国の、ね、大使の方、まあ、できればね、いろんな国の大使の方、まあ、他の、ね、国の要職の方とも、まあ、お話できたらと思うんですけど、まあ、各国の、ね、日本大使の方というのは、まあ、貴重に、ね、なかなかお話できる機会はありませんので、まあ、今回ねラオスの、まあ、日本大使の方とお話できたことは、ね、非常に、貴重な機会であったと思います。ちなみに皆様、世界各国のですね、日本大使、どなたか一人でもね、ご存知でしょうか。私は、まあ、正直ね、世界各国の大使、まあ、ほとんど知らない、日本大使の方ほとんど知らないんですけど、まあ、最近知ったところで、まあ、中国の日本大使だけはですね、すごい印象に残ってるんですよね。垂秀夫大使っていうんですけれど、まあ、中国大使なんですけれど、まあ、結構ね、中国に強気な発言をね、されているということで、今回の G7 もですね、中国が、まあね、日本で G7 が開かれて、ね、いろんな、ね、声明を出したことに対して、中国がその G7 に対して、ね、文句をつけてきたんですけれど、そのね、垂秀夫中国大使はですね、中国に対して結構強い発言を、ね、されているということで、まあ、なかなか、素晴らしい、まあ、日本人からするとね、素晴らしい方ではないかなと思います。垂秀夫大使ですね、私でもね、最近ブログ記事にさせていただきましたけれど、はい、まあ、ね、小林大使にもですね、垂秀夫大使のことを聞きましたけど、まあ、方は特殊だとかね、まあ、なかなか面白い話を聞かせていただきました。大使同士の、ね、横のつながりって結構あまりないとはね、聞きましたけれど、まあまあ、言われてみればそうなのかもしれません。というわけで、まあ、今回ね、ちょっと取り留めもない話でございましたが、まあ、先ほどまでですね、六本木ヒルズの森タワー、51階におきまして、はい、ラオス議連でのですね、ラオスの、はい、大統領との大統領一団の方とですね、食事会がありましたので、そのご報告でございました。まあ、ラオスの、ね、大統領の他にもですね、日本 中日ラオス大使の方も、ね、おられましたし、あとは首相兼外務大臣の方も、まあ、おられましたということで、はい、まあ、いろんな、ね、要職の方がおられましたということで、まあ、非常に、ね、貴重な体験をさせていただきました。はい、まあ、それもね、まあ、我々にご投票いただきました有権者の皆様のおかげでございますので、その感謝の気持ちを、まあ、忘れることなく、まあ、今回ご報告させていただきます。というわけで以上です。はい、今後ともよろしくお願いいたします。では最後までご視聴ありがとうございました。